わしやがなマフィア梶田です。皆さんもうご存知かと思いますが、我らが中村雄一氏が先立って異世界へ旅立ちまして、今頃は魔王軍の幹部として活躍している頃かと思いますが、収録に間に合いませんでした。世界を救って戻ってくる。いやー、またね、またね。間に合った？いや、間に合ったぜ、はい、間に合ったよ魔王言わしてきたよ。そんな魔王軍の幹部だったんじゃないですか？魔王言わしてきたんですか？魔王軍の幹部になりすましてた。なるほど。よくいるじゃん。なるほど。一丸銀と一緒。さすが中村さん、ね、うん、一丸銀に触れて一丸銀は、まあ、最初こいつ嫌なやつだなって思ってました。そう、うん、最後の最後、あ、ネタバレやめとこうかね、うん、これからブリーチ見る人も、うん、どうしたのかな。いや、これね、うん、今日の企画というか、うん、中村一です、はい、ということで、はい、今日の企画的にはですね、はい、最近買ったものがあってさ、はい、どうせだったらここで開けたいっていうだけなのよ。私物紹介じゃないですか？まあ紹介ってほどじゃないんだね。ただ最近買ったものを開けようの回だね。そんなドデカマザーのバッグに入れてくるものですか？ああ、これマザー好きだからね、うん、まあいいや。それでね、ああ、まずね、んこんなのどういう、あ、渡るの何ですこれ？なんかカード出すって書いてあって、もう確認もせず買ったんだけど、何これ？渡るってだけでもう何これをポチるんですか？あ、なんか本当にただのカードなんだ。コレクションじゃないですか？あのレアなカード出すを集めた。それだけなんだね。え、使い回してますよね。これはね、これはもうあのしばらくのこの絵を見てもらったらわかるよね、しばらく先生設定がですね、しばらく先生同じ円形、同じ円形、しばらく君子もうちょっとただレイヤー重ねただけですよね。そうですね、渡るもこれこう設定画の渡るだね、うん、このポーズのやつ、うん、ダメだなこれ。しばらく先生はちょっと圧が強すぎてコピルと、はい、渡る2。え、さあ渡るツアーなんだ、どうなる、またしばらくしばらく、おバンダイまた使い回してるじゃないですか。2は2の絵で来いよ。しばらくの素材でもね、違うな、これ逆だな、これ多分これ2の絵だね。2の絵、2の絵をこの1にも2の絵を使ってる感じだ、うん、これ多分。だったら素材少なすぎでしょ、しばらく先生。あと なんでこのお庭番中太がいるの知らないでしょ。知らないお庭番中太ってね、はい、何が元ネタだと思う？番中太です。正解。それは分かりますよ欲しいっていう。でもこれそんなメインキャラでした？これはサブキャラです。なんでこんなカード出すと厳選されたのに入ってるんですか？ぶっちゃけ全く分かんない。このラインナップの中でなんでお庭番中太がいるのか分かんない。何の商品？ただお庭番中太のさ、この人参丸ってめっちゃかっこいいの見た目。本当っすね、うん、普通にかっこいいっすね。こいつの相棒のね、犬のねホッシーっていうのがいてね、うん、ホッシーが投げるボールをね番中太が止めるっていうね。投げるピッチャー側もいるんですね。ちゃんといます、このカードの中には含まれてない、そのピッチャーの方は。え、映ってないですね。いないですね。あとこのイケメンのしばらくがここにいますね。本当だ、イケメン調のしばらく先生や。これは何だろう、うん、ポルルッカが来る時の回かな。細かい、覚えてんな、うん、ちょっとでも作りに驚いちゃうね、まあ、これはね正直そこまでね、あとまだ、うん、まだね、そんな興味がないけど、これは超マシンエイデンはしばらく大丈夫。あ、さすがに蝶はね、蝶はちょっと絵変わったからね。でもほぼほぼ立ち姿は同じなんだな。まあまあ、うん、許しちゃってくれ。うん、はい、こうしてみるとだいぶ絵変わったな蝶はね、うん、まあ好きな人には申し訳ないけど、正直俺はまあ昔のが好きなんでしょ。うん、1と2の方が、うん、でこのラインナップの中で似て非なる感じの魔導キンググランゾートもあったね。なんで？さて、おー、あーでもこっちはちゃんとメインだね。こっちメインですね。おう、素材の使い回しもない。あ、私服バージョンだからね、うん、グランゾートって俺見たことないんですけれども、うん、ロボットアニメなんですよね。まああの渡るの2番煎じなんでね。2番煎じ、まあ、同じ座組でやってんだけど、はい、その渡るが売れたから、うん、ああいうのをもう一回作ってみようって言ってやってるから、はいはいはい、やっぱりその類似する点が結構多くて、で結局ユーザーからそれやるんなら渡るやってっていう声が大きすぎて素直に渡る2に行ったのよ。その後
それもまた不遇な話ではありますけどね。そうなんよ、グランゾート単体が悪いわけじゃなくてね、流れがね、メカだけ見るかっこいい、まあ、これは前哨戦ですね、はあ、まあこれが来て、はあ、あこういう感じだったんだ、今みんなと見れたんで、次はこちら、あこれスカル正体のマークだ、あでも正解、初回限定版って書いてある、なんだろうこれはね、こないもう収録タイミング的にはほんとね、うん、つい3日ぐらい前に出たやつ、つい3日ぐらい前に出た VF1S、 うわーかっちょえー、ロイ・フォッカー機かっちょえー、初代のマクロスですね、初代のやつだね、そうの、うん、まあ主人公機ではなくロイ・フォッカー機をフォッカーさんね、買ってみました、ちょっと開けてみようぜ、うん、でもスカル正体のバルキリーって言ったらやっぱフォッカー機だよな、これもねもうプレネついてんだよね、えもうだからまただよ、はい、開けて価値を落とす、あこのサイズ感高いでしょ、これは専用台座ついてる、初回限定台座、これが必要ですよ、やっぱりね、ちゃんと立たせるには、あこれ完全変形ですか、当たり前じゃん、やべえ何言ってんだお前昔は難しかったんですよ、今はねめちゃめちゃ複雑な機構で変形させるんだよ、でもさマクロスに出といてあれだけどさ、やっぱりこの初代のさ、うん、VF1 がデザインとしては一番かっこいいよね、わかりますね、一番現実の戦闘機とマッチングが取れてるんですよ、ね、うん、取れてるよね、うん、川森さんにも直に言ったんだけどさ、あかっこいい、そういえばスパロボって、うん、ガンダム系のパイロットはガンダム系の他の機体に乗せ替えることができたりするじゃないですか、マクロスって同じバルキリー同士で乗せ替えてできる、マクロスってできたと思うけど、うん、サウトメアルトが VF1 とか乗れなかったんじゃないっけ、なかったですか、シリーズ内だけじゃないっけ、さあどう上げてみましょうよ、あかっちょえ、ほぼ組み上がった状態なんですね、あそれはそうよ、素晴らしい、大人が楽しむものですからね、皆さんあれやってくださいよ、キーンってやつ、うーん違う、なんやねん、違う、もっとあるとは物憂げなこう顔でこう手でこうやって手でやってたね、スーってやってた、うん、そんな目してなかった、ワイはあるとやないんやもう、わキャノピー開く、キャノピー開くよ、それはフォッカー乗せといて、乗せてあげて、よしおーナイス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 、いい感じ、乗った乗った乗りました普通に、ほらこの後大仕事が待ってるからね、ガチャくんね、我々には、あかっこええお前も違うよ、なんかもう大人だわ完全に、ガンポットこんな形だったか、ガンポットってこうやってガンポットだけまじまじ見ることなかったっすからね、これって戦闘機形態の時はどこにくっついてんだっけ、下じゃないっけ、腹のとこについてんでしょ、腹の方じゃないっけ確か、うん、うわ怖い、これもうバキいきそうなんだけど、ね、めっちゃ怖え、伸びる、使う時こんなんだったっけ、うん、すごいね、なんか俺さ、うん、完全に家でいる状態なんだね今まあやってること的にはいつものことでしょう、いつも以上にさ、うん、ただおもちゃ触ってるだけじゃないこの動画、どうせあれですよあのグだったら早送りされるからいいっすよピラ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 ってあれわざわざ物好きどもは低速再生して聞き取ろうとする、ああ会話を、うん、確かにそうやったら聞けんのか、そんな大したこと話してないですよ皆さん、あ、うん、あ取れちゃった、意外とタイヤ出すの難しいですか、タイヤ出すの難しいよ、ほらいけたんじゃないこれ、うん、で多分横にちょっとこれ押し出さなきゃいけないんだよね、これだからタイヤを今出しただけだとこういう状態だから、うん、これをこっちに、ああやるわけでしょ、それで合ってんじゃないですか、いいですね、こうだ、うん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 、いいぜ、いい、翼こうじゃない、うわここも動くんだ、それはねちゃんと空力がありますからね、揚力を出すためのものは、うん、かっちょえかっちょえ、タイヤ動く、すげえ、これ走行しますね、うん、これ腹すか、ハラハラハラ、ガンポットね足の、うん、これの ここにつくみたいな、伸びたり縮んだりするんですけど、どっちの状態持たせるときは伸ばすんじゃないかな、うん、うおかっちょいい角度、これオープニング再現しましょう、えほらあのズズズズって上がってくるやつ、ブクちゃん
ブクちゃんがいたマクロドソーラをであそこの伸び再現できるかな。ブクちゃんが、うん、オープニングの出てくるところでしょ、うん、だからこの状態だよね。そうこれでテンテテ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 テこの機体じゃなかったと思うけど主人公機だと思うけど主人公機でしたね、うん、赤いやつ、うん、やっぱかっこいいなロイ・ホッカー機は。やっぱスカル正体なんだよな。なんだかんだいい、ね、ちょっとわがまま言っていいですか、はい、ガウォークが見たい。ガウォークにしますか。私ガウォーク形態が何とも言えず好きなんですよ。わかるよ。あの活用法の中途半端さっていうんですかね、作中でわざわざガオークにしなきゃいけないポイントってどこだったろうって思い出せないんですよね。ね。でも見た目かっこいいんだよね。ガオークはねまずね、うん、足を外すよ、うん、足を下におうおうおう足を引き伸ばす、うん、この状態ほぼほぼもうガオークもうガオークだからね。いやこれ腕どっから出るの。うわここ伸びるんだ。これ前に買った時よりもさらに進化してんな、うん、やるなバンダイ。このカバーを、うん裏返す。裏返す。ここにアンテナがつくんだってさっきの。うっそー。ガウォークってそんな。うわここバーニア。これごめん何にもカメラのことも気にせず話してる、うん。バーニアがねこう隠れてる、うん。ついてる。このアンテナをここに立てるらしいよ。わあ。いいっすね。いいっすね。この時代のメカ感が高まってきましたね。後方にスライドさせる。うん。スライドした、で開く開くここにスライドさせ開くほうそれから前へおーおーおーこう変形してきた。で腕はさすがに別パーツなんか、うん、手のバージョン2つあるんですよね。あのメカメカしい腕いわゆるメカのマニピュレーターとしてちゃんと稼働するようなデザインになってる腕と、うん、昔の作が節約するよ。アニメパターンだな。そうリアルタイプとアニメパターンがあるんだすごくないですか。本当だほぼ人間の指、うん、アニメだね、うん、こんなところまでおまけしちゃう。じゃあガンポットを持つ手をくれるかいガンポット持たせたいですかあ手入ってるよ。え嘘本当だ手格納されとるわちゃんと入ってる。えじゃあこれ何。これは多分デザイン性だとそっちなんだよ。これ可動重視だからデザインが悪いから。あデザイン重視の腕か。だから一応全てのポーズが取れるんですね、うん、それだけで親指も動くね。指外れません。それ外れたりしないですか。こういう何してですか。何してですか。あバルキリーバルキリーがそんなポーズ取ってるとこ見たことあります。最近はないかな。昔あった逆に全トランに向かってかましたかました。それ劇場版とかじゃやってないか。劇場版でかましてましたやってないか。ちょっと俺の気のせいかもしれないけど、うん、よくほらカジタ君とかがさ、うん、なんか俺の二次創作だったかもって言うじゃん、はい、あれと一緒よあこれ俺の脳内の話かもっていう。中間さんの脳内じゃバルキリーがそういう悪癖を持ってたんですね。うん形かそうですよ。その持ち手のとこね、なんか持ち手のとここれ出てくるよ。あこれがそういう仕組みになってんだ。 そここうなるみたいな。なるほどね。どれトリガーねえなって思ってましたよね。トリガー格納されてんだ。ようできてるな。人差し指はめ込んでよいしょ。うわ角度厳しい。で親指保持してうわ難しい。海田君持ち手変えよう。うん、これ持ち出せるの相当苦労しますね。その完成品の手でやってみて、うん、この完成品の手であれば、うん、もうこうカッチンといくわけなんですよ。 OK 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 はい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 。ガンポットって外側に干渉するこれ どう使うんでしょう。内向きにそのバックファイヤーもうそんなもんないんじゃない俺結構細かいとこ、あ、そうそうそう、脇の下に抱える感じ、そんな感じだ、うん、うー、かっこいい。いいね。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか、うん、これやっぱりこの台座で飾れるみたいだね、うん、普通に初回限定だとさらにかっこよく飾れるっていうやつだね、うん、愛を覚えていますか。こんな
覚えてないってよ。最高じゃん。バトロイドも見たいけど、これ点検超時間かかりそう。うん、動画的にバトロイドにやってる時間がないかもしれん。バトロイドおまけかな。バトロイドおまけいったな。あ、でもかっこいいね。かっこいい。ちょっとごめんなさい、あの手はちゃんとしますわ。川森さんへの尊敬の意味も込めてちゃんとしますわ。このおっさんがもうここに。いや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 、誰も乗ってないじゃないですかこれ。よくないやんか。どういうシチュエーション？あるお休みの日みたいな。わざわざバトロイドにこのポーズ取らせた上で、そうそうそう、そこ乗ってる。こっからよじ登って降りてここに乗ってる。そうそうそう、命がけでね。めちゃめちゃ大変な遊びしてるじゃないですか。おい光るって。お茶目なんだからポッカー隊長は。いいよね。ねえ、いいっすね。わあ、かっこいいね。やっぱかっこいいよ、バルキリーは。何デザインだよ。ガオークがやっぱいいね。そうなんですよね。このデザインが後にキスダムに生かされるわけなんですけれども。ん？うん、そうだな。エンゲージプラネットしちゃうわけなんですけども、ね、いやー、いいもん見せてもらいました、うん、田村さん。もう、うん、完全に見せびらかすためだけに持ってきたやつだから。そうですね。ただまあこれ多分早送りとかカット挟むとすげえ短い、まだ尺あると思うんで。わしゃわしゃやる。バトロイドかわしゃわしゃか悩むな。バトロイドはもうおまけだ。バトロイドは辛いっすよね、多分これ。多分ね、相当変形辛いっすよね。だってさ、これ見て、変形プロセスの中にさ、一回これもう上半身とか足外れちゃってるからね。一回足外してるな。これ初めてだよ、このプロセス。確かに今までのね、バルキリーの玩具買ってるんだけど、うん、こういうパターンはなかったな。あ、これね、理由があるみたい、はい、普通のバトロイドモードよりもディテールアップ版にする場合こうやって外すんだって。あ、そうなんだ。だからやらなくても一応人型にはなれるけどって書いてるわ。ディテールにこだわるんなら一回外して付け直す。そうそうそう、外して付け直すとちょっとアクション可動域とか上がるんじゃない。すごいな。そんな設計考えた人も頭おかしくなっちゃったんじゃないですか、もう大変すぎて。ということで、バトロイドは今度ね。あ、今度は、はい、多分この後、うん、わしゃがちゃを引きます。あ、なんだっけ、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。はい、はい、マクロの空からわしゃがちゃ。塩塩さんからです。この自粛期間中によく頼んだ出前やおすすめのお店はありますか。ゲームしながら食べやすい食事、お菓子のおすすめも聞きたいですということです。おすすめのお店言ったって、これ地方によって違うどころかさ、うん、エリアによって違うじゃん。もうなんなら俺と梶田君でだってラインナップ違うと思うんだけど。なんならこれ自粛期間中って言ってるぐらいですから。これいつのやつ。ずいぶん前のわしゃがちゃだと思います。そうです、そうだよね。俺はね、ありますよ。もうウーバーイーツのプロなんで俺、よく頼むのはもつ鍋です。もつ鍋。もつ鍋。へえ。もつ鍋を具も何もかも全部入れた状態で、煮えた状態でアルミの鍋に入れて持ってきてくれるんですよ。うん、熱いな。すぐ食える。うん、ですぐ食えるし、もつ鍋何がいいかっていうと、もつは意外と油は置いといて野菜もいっぱい取れるし、タンパク質も取れて、うん、鍋いいよね。うん、鍋物って完全栄養食なんでね、うん、で時点で最近流行りの健康食系のお店あるじゃないですか、うん、なんとかチキンとか増えてるね。マッスルチキンとか。ああ、はいはい、マッスルデリー。そう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 、そういうやつの中で俺がよく頼むのが、チキンワークスっていう。あ、チキンワークスね。うん、お、頼んだことある。あれブロッコリーに変えたりできるやつ。そうそうそう、なんですよ。あれってプレートで弁当で来るんですけれども、うん、ちっちゃい雑穀米がもらえてて、で肉、鶏肉の量が 200g 増しできるんですよ、うんうん、でキノコサラダとか、まあ、軽い箸休めがついて一食いくらなんで、うん、結構そのトレーニング中の飯としては最適なんですよね、うんうん、そうだね、うん、こういうマッチョの話は聞きてんじゃねえんだろうな。ゲームしながら食べやすい食事、ゲームしながら食べやすい食事、お菓子っていうと大前提でやっぱ手汚れんの嫌っすよね。ゲームやりながら食べる。そもそも俺案外食べないんだけど、俺はお菓子くらいなら食べますけど、がっつりご飯はないですよ。でお菓子ってなると、ゲーム中に食べやすいやつ、ポッキーかな。お前が、うん、ポッキーでしょ。だってあれ
全部がチョコだとやっぱチョコって触った瞬間から溶けるんですよ、ね、うん、触った瞬間から溶けるからコントローラーが汚れるんで、はいはい、ポッキーってほら持ち手のところはチョコついてないじゃないですか、ついてない、あれがちょうどいい、ゲームにはちょうどいい、プラス、他だとガムかな、ガムって噛んでると集中力のアップに効果があるんで、ああそうだね、よく言うよね、そう結構FPS とか集中力求められるゲームやるときはガム噛みながらやるといっぱいキル取れたりしますね、メジャーリーガーが噛んでるやつは、うん、くちゃくちゃ噛んでるでしょ、あれガムじゃないんだよね、紙タバコでしょ、紙タバコじゃなくてなんだっけ、なんかの実なんでしょ、え紙タバコもあると思うけど実を噛んだりしてんだよね、実、うん、初めて聞いたっす、何の実を噛んでるんですか、栄養があるやつ、栄養のある実を噛んでるんですか、そうメジャーリーガー欲しいな、それどこで売ってるんだろう、調べたら出るかもね、昔のメジャーリーガーっつったら紙タバコくちゃくちゃ噛んでグラウンド上に汚いやつはペーペー入りましたけど、出る前にね真っ黒いやつ、うん、すぐ吐くからね、プレデターでもいたでしょ、紙タバコ噛んでいた、ピチャッて足に吐くやつ、まあ、そんな感じですかね、はい、中村さんは食わないっすか、ゲーム中に何も、ゲーム中だとゲームしながら食わないね、飲まず食いたい時は一回ゲームやめるかな、ずっと操作してるからさ、ゲームしてる時、はいはいはい、食べられないのよ、でもなんかこう片手で持って片手つまんだりしません、操作できないじゃん、すげえなこの人完全片手操作じゃないと、あじゃあもう本当に一息も休まないでゲームやるタイプなんですね、まあだからご飯食べるときは飯行きますって言って、うん、飯行きまーって言ってゲーム抜けたり、まあ一人でやっててもまあ中断して、ありがちありがち感じだね、俺はたまにプロテインバーで済ましちゃいますよ、ボリってそこまでじゃない、ある種カジャ君の方がゲームに夢中なんじゃない、そういう意味では、そうかもしれないな、可能性あるな、それ は、 はい、というわけでこれ、はい、よろしいでしょうか、はい、僕はまだバトロイドしなきゃいけないんでちょっと忙しいです今はい、じゃあまた、はい